はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日は始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、現職で JICA 海外協力隊に参加されて、今特別支援学校で先生をされてらっしゃる岡山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、簡単な自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、奥山と申します。大学卒業後すぐに特別支援学校で教員として働き、2019年度一時帯で現職教員特別参加制度という制度を利用して、現職で JICA 海外協力隊の方に参加し、フィリピンの方に派遣をされました。コロナで緊急帰国となり、なるほど、ちょっと任期は全うできてないんですけれども、はい、現在はまた学校の方に復職をして特別支援学校で教員をやっています。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそこいろいろ深掘りできたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、そもそも国際協力に入ったきっかけみたいなところからお聞きしていきたいなと思ってまして、もともと岡山さんが国際協力とか海外に興味を持ったきっかけって何かあったんですかね？まず国際協力っていうものにはそんなに自分のこととしてはあまり考えてきていなくて、たまたま小学校の時から英語を習っていて、で自然と英語に触れる機会が多くて、で、まあ、それが一つ自分の得意教科とか得意分野でもあって、はい、そこから大学も外国語の専攻の大学に行ってっていう感じで、国際協力っていうよりは単に外国の文化だったり外国語っていうのが好きだったなっていうふうに思います。そうなんですね。ちなみに英語とかを好きになった時期っていつからですかね？本当に面白いなと思ったのは高校生ぐらいから、高校生の時に何がきっかけで英語面白いなと思うようになりました？その時の英語を教えてた先生の授業がすごく面白かったですね。すごい厳しい先生で、周りの友達はあんまりその人のこと好きじゃなかったんですけど、はい、僕はこの人の英語の授業すごい好きだなと思ってて、はいはいはい、でよく質問とかをしていったり、外国語系の大学についてもすごい教えてくれたので、そこからさらに外国語っていうのには興味を持ったかなというふうに思います。なるほど。じゃあその先生がきっかけで自分が海外というか英語というのに興味を持ち始めたというところなんですね。はい、じゃあその経緯もあって大学も英語専攻みたいなところに行くんですか？僕は大学はフランス語を専攻していました。フランス語？はい、あ、そうなんですね。ちなみになんでフランス語を選んだの？もともとフランス語が好きとかフランス語に興味があったっていうわけではなくて、はい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 、進学した大学が外国語教育に力を入れてる大学で、別に何語を取ろうとも英語が常にベースでついてくるところだったので、わざわざ英語だけにとらわれる必要はないのかなと思って、はいはい、なるほどね、違う言語を選んでもどうせ英語を勉強しなきゃいけないし、そんなんだったら英語プラス何かもう一個武器を作った方がいいのかなと思って、たまたま選んだのがフランス語でした。なるほどね。じゃあそっから海外とかって行かれたりしたんですか？海外は行きたいなと思ってたんですけど、なんか気づいたら4年間経ってしまって、ちょっと早いな、その4年間。なんかどんどん周りが留学してくるわって、来年休学するねって言って旅立ってくのを、お行ってらっしゃいって常に送り出す方で、いつか自分も行くのかなと思ったら、なんか気づいたら卒業証書もらって、はいはい、やばい、はい、その4年間は海外は行かなかったんですね？行かなかったです。卒業旅行で初めて海外で近いグアムとかだったんですけど、それぐらいで全然実際に自分で出向いて生の英語や生のフランス語に触れるみたいな経験はなかったです。なるほど。実際グアム初めて海外じゃないですか、はい、実際グアムどうでした？海外旅行慣れしてる方とかは、言うてグアムなんてちょっと、まあ初心者じゃないですか、ビギナーと思われるのがほとんどだと思うんですけど、僕にとってはもう初海外だったからすごい期待してたわけです、ね。なるほどなるほど。映画で見てた世界が広がってたりとか、市街地の看板が全部英語だらけで、周りもいろんな人種の方がいてっていう世界を想像してたんですけど、いざついてみたら至る所に日本語と韓国語と中国語の看板が市街地にずらーっと並んでて、そうなんですね。周りを見渡しても店員さん以外みんな日本人か韓国人か中国人か、でも観光シーズンだったのかちょっと分かんないんですけど、本当にアジア人しかいないその時って3月に行かれたんですか？3月に行きましたね、あれ俺沖縄に来たのかなと思ってなるほどね。そうなんですね。じゃあ行って初海外グアム行きました。でも自分の予想とはちょっとずれてた感じなんですね。そうですね。とはいえ英語を喋る機会はありました？ありましたね。あ、それはあったんですね。はい、あの財布なくした時にいや財布なくしたんですか？それなんでなくしちゃったんですか？移動中のバスの中で落としてたみたいで、最終的には
見つかったんですけど、一晩開けてから、うんうん、でも見つかるまではどうしようと思って。いやでしょうね、恥ずかしいデパートのカスタマーセンターとかに財布なくして、こういう財布であそこのバス乗ってどうのこうのねとかってすごい説明したり、あとはホテルのフロントでクレジットカード止めたいから電話貸してってそうなんですね、はい、4年間英語習ってきてよかったなと思いました通常海外とか行ったらほぼ戻ってこないですよね。絶対見つからないですね。なるほど。ちなみにクアムは何日間行ったんですか？3泊4日ぐらい。やばい、3泊4日でいろいろありそうですねなるほど、ありがとうございます。じゃあそれが初海外で行ったと、はい、じゃあその後はもう働かれる感じですか？ すぐ働きました。働いたのが学校ですかね？はい、知的障害の特別支援学校です。あ、そうなんですね、はい、ちなみになんでそこに受けようと思ったんですか？自分で学校は選べないので、うん、あ、そういうことか、はい、教育委員会の方から、はい、あなたはこの学校に行ってくださいっていう内示が出るので、はいはいはい、それでその学校に赴任をしたっていう感じです、うん、なるほど。ちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、そもそもフランス語専攻でしょ、はい、先生の資格ってもらえるんですか？英語とフランス語の教員免許は大学で取ってました、はいはい、そう、フランス語の教員免許も取れるってこと？フランス語も取れる。あ、英語も取れるってこと？英語も取れます。あ、そうなの。あ、じゃあ教員免許は英語とフランス語取りました、はい、特別支援学校は専門の教員免許は必要なんですか？必要です。あ、それはそれで必要なんですね。必要です。あ、ちょっとそうすると教員免許何個あるんでしたっけ？僕は中学英語、うん、中学フランス語、うん、高校英語、高校フランス語、うん、特別支援学校で5枚持ってます、うん、やばなるほど、そうなんですね。え、じゃあその5つ持って教員試験を受けたみたいな感じなんですね。特別支援学校に勤めたかったんですけど、うん、まだ大学卒業した時に特別支援学校の免許を持っていなかったので、うん、あ、そうなんだ。でも最初の2年間大学卒業してからは常勤の講師として2年間勤めて、うんうん、講師であれば何かしらの教員免許があれば特別支援学校も勤められたので。ああ、そうなんですね。あの、都道府県によるんですけどね、はいはいはい、でうちの場合はそれが大丈夫だったので、うん、講師として常勤講師で2年間働いて、うん、その間に通信の大学で特別支援学校の免許を取ったっていう感じ、はいはい、すごいですね。でそしてその免許も取る勉強もしながら、はい、教員採用試験の勉強もして、やば、大学を卒業して3年目の時に正式に県の教員採用試験をパスして、うんうんうん、正式な教員として働いたっていう感じです、ね、そうなんですね。なるほど。そういったところを経て特別支援学校の県の職員さんになったってことなんですね。ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、私立に行かなくて県庁の教師になろうと思った理由って何かあったんですか？まず特別支援学校の数が私立っていうのがすごく少ないので、あんまり選択肢がなかったんですよね。なるほどなるほど。それが私のいるところも私立の特別支援学校っていうのは一つもなくて、うん、あ、そうなんですね、はい、へ、東京とかには何校かあるんですけど、うん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 、で公立の方に入った方がある程度のスパンで移動があるので、うん、その分いろんな現場やいろんな子どもたちを知れるっていうメリットがあるので、僕は公立の方の教員を選びました。なるほど、ありがとうございます。もう一点ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、特別支援学校で働くってなんでそこに魅力を感じたのかなっていうところをお聞きしたいなと思ってて、英語の先生の資格も、はい、フランス語の先生の資格もあったわけですよね、はい、それなのに特別支援学校の講師として働きたいなと思って、かつ通信も行ってそこの教員免許も取ったわけですよね、はい、そこまで動かしたモチベーションっていうのが何だったのかなっていうところを聞いてみたいんですけど、もともと教師になるって漠然としか思っていなくて、うん、周りの友達と同じように僕も大学生の時就活も経験してるんですけど、それもやっぱり進路がいまいち自分のやりたいことが見つかってなくて、すごいナーナーだったんですね。でナーナーで就活をやってインターンも経験してってやっていくうちに、全然自分のやりたいことと違うというか、うん、面接だったりインターン行った会社にあんまり魅力を感じてない自分がいて、うん、自分の将来なのに流されながらやってる感じがすごく嫌だなと思って、なるほどね。で大学4年生の時に僕はインターンシップに行った帰りに、リクナビとかマイナビっていう就活サイトを全て退会したんですね。一回リセットしようと思って。そうなんだ。ちょうど1週間後に地元の中学校に帰って教育実習があったので、うん、ちゃんと天秤にかけてみようって、やっぱり企業の方がいいなと思ったらまた就活やり直せばいいし、うん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 、で教師になりたいんだったらそっちにも進んじゃえと思って教育実習に行ってみて、中学校の中に特別支援学級があったので、そちらも自分の経験として見させてくださいっていうのを校長先生にお願いして、自分の空きコマ英語が入ってない時間によくそのクラスに入って行ったんですけど、うん、その時の子供たちの勉強してる姿とか、うん、先生できたよ見てすごいでしょって目キラキラさせてる子供たちの姿と、一人一人に合わせて課題が違うものを提供してる、一つの授業の中でもっていう特別支援学級の授業とか子供さんにすごく影響を受けて、うん、先生やるなら英語じゃなくてこっちがいいと
なるほどね。それがきっかけでそこからずっと特別支援一本で働いています、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとここの動画では福山さんが海外に興味を持ったきっかけみたいなところから大学卒業してから何してたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画では国際協力の主体となる JICA 海外協力隊で何をしていたのかっていうところを、なんで応募したのかっていうところも含めてお聞きしていきたいなと思います、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。